斉藤さん、隣の斉藤さん。<laughs> いやー、隣の斉藤さん。<laughs> 今、勝手に作りましたけど。斉藤さん、おめでとうございます。はい。開けましておめでとうございます。12月の結果報告ですね。ありがとうございます。えー、利益、えー、14万8000円ということで、もうコンスタントにね、約15万ぐらいこう、売れるようになってきたということで。うん、そう、あの、最近ですね、その信者 S さんですね。信者 S さんと 対談しましまたけどやっぱりねまあ久しぶりに会ったんですけどやっぱね全く考え方がね全然昔と違いましたね一番最初はサラリーマン時代サラリーマン時代にお会いしてコンサルしたことがあるんですけどその時と全然その話す質というか全然違いましたね本当にやっぱ2年半自分でお金を稼ぐっていうことをやってうん、まあ、会社辞めてね、うん、1人でこう稼ぐってことを2年半やってきて その経験からやっぱやっぱ全然考え方がやっぱ全然違うフレーズに行ってるなっていうのはすごく感じましたねうんそううんそうまああの信者 S さんはですねもうメル,メルカリ評価ね1500でしたっけねまあ入れ食い状態ですね <laughs> まあでもいけると思いますよ斎藤さんも全然いけると思います、うん、絶対いけます、うん、多分もう メルカリ評価1000とか超えてきたらいやもう入れ食いじゃないですかどう考えてもじゃあメルカリ評価1000の人から買うのかゼロの人が買うのか絶対1000ですよね <laughs> まあヤフオクとか買う時もアマゾンレビューとかもそうなんですけどやっぱレビューって大事なんでまあ信用を貯めるですよね信用は財産っていうのがまあその評価でね出てるわけなんですけど信用は財産ですねうんそれが分かりやすくね評価としてやっぱこう目に見えるようにこう 出るんでメルカリはうんそう、うん、まあぜひ頑張ってください、うん、そうまあ本当にカメラ転売だけでも100上げられるんで利益でうんあとねまあ今は50から100で、まあ、自分の好きな時間に当ててるっていうことを言ってましたけどまあまあまあ、まあ、最低50は、まあ、き50切ったことないっつってましたからね うん、まあ今はね斎藤さんの場合は他のこともやってるんであれですけど、うん、うまあでもそこまで狙えるんでい、うん、きましょうまあ情報発信もね、えー、今後の視野に入れたとしてもカメラ転売だけでも飯、まあ、は食っていきますから極めれば、うんはい、またですねカメラ転売でまあいろいろやる中で何か何かこう ノウハウとかね、なんかこれいいんじゃないかってあれば、ぜひドリアカで追加放棄お待ちしております。はい、追加放棄、はい。ではですね、えー、今回、結果報告ありがとうございました。